大号泣不可避ジェニーちゃん人形が令和に大復活したよ。リカちゃんより大人っぽいお姉さん人形でおしゃれな服も多くて、昭和、平成女子は持っていた子も多いはず。こちらが令和のジェニーちゃん、ハッシュタグジェニーです。白い肌に濃いめのチークがよく似合う。ブルーのインナーカラーも今時でおしゃれ。付属の小物つけた。ハッシュタグの名に恥じぬ港区女子館、いいね5丁。あとこの T シャツがついてきたんですね。なんか見覚えあるなと思ったら、まさかの20年前の服と同じプリント。泣かせに来てる。ジェニーちゃんおかえり。ジェニーちゃんの服はたくさん持ってるけど、さすがに港区女子には着せられないデザイン&コンディションなので、彼女用に新しいお洋服も購入してみたよ。こっちも似合う。やっぱり着せ替え人形って楽しいな。80、90年代の初代ジェニーちゃん、2000年発売のニュージェニーちゃん、2010年発売のラブジェニーちゃん、フレンドドールもたくさんあったよね。皆さんが持っていたお人形もぜひ教えてね。